いよいよ女子シングル最終滑走です。去年の世界選手権銅メダリスト、ロシア代表の18歳アンナ・ポゴリダヤ。今シーズン安定感が増した大きなジャンプ、そしてポゴリダヤがこだわる演技の美しさで表彰台、その真ん中を狙います。艶やかな滑り出しです。内からあふれる愛を伝えたいと話します。まずは注目のコンビネーション、トリプルルッツ、トリプルトーループ。司会のコンビネーションスピン。バタフライの入り方からフライングキャメルスピン。回転軸もいいですね。ダブルアクセルいいですね。曲調変わって注目のステップです。腕の可動域が広いので本当に長い手足が映えますよね。エッジワークもダイナミックですけれども、よくコントロールしていて丁寧でいいと思います。回転の速度、ポジションいいですね。ダイナミックさと優雅さと18歳らしからぬ貫禄を併せ持つ、そんなスケートです。ロシアアンナ・ポゴリダヤ、女子シングル最終滑走。そのプレッシャーの中で去年の銅メダリストがその魅力を十分に届けます。この世界選手権にも出場していますウズベキスタン代表ミーシャジー、振り付けのショート、大きなジャンプとそしてステップでもエレガントな滑りが光りました。さて高橋大輔さん、最終滑走ポゴリダヤの演技ですがどんな印象でしょう。そうですね、これだけミスがない中で最終滑走滑ってミスなく終えるっていうその強さっていうところも素晴らしいなと思うんですけれども、はい、本当に18歳らしからぬ本当に艶っぽい大人っぽいこの曲をプログラムで表現するっていう素晴らしさもありましたね。本当に なんて言えばいいですかね、もう感動しました。いやこの最終滑走という中、はい、そして最終グループほとんどノーミス演技が続く中で迎えた演技です。はい、荒川さん、はい、改めて本当に風格ある演技を見せました。そうですね、やはりミスできないという緊張感はあったと思うんですけれども、もうバランスを崩しそうになってもこう気力で全て持ちこたえているというような
部分もあったと思います、はい、それはやはりこのロシアという強豪が揃っている中で勝ち抜いてきている、そこで鍛えられているという強さがここですごく大いにこう役に立っているのかなというふうには思いますよね。やはりジュニア勢もすごくこう活躍していますから、はい、ロシアの中でも今シーズン来シーズンとまだ未来がこう分かっていない中で一つも落とせないという緊張感もあったと思います。そのハイレベルなロシア国内の戦いでも安定した強さを見せているポゴリラヤ、フィニッシュちょっとほっとした表情も浮かべました。最終滑走ポゴリラヤです。ここまでトップが同じくロシアメドベージェワ 79.01、 2位にカナダオズモンド 75.9、 そして3位にデールマン 72.19 という中でポゴリラヤの得点です、 71.52。 アンナ・ポゴリラヤショートを終えて4位につけています。去年の銅メダリストです。